今回は勉強と音楽について話をしていくんですが、いや勉強中に音楽聴くなんてありえない、聴かない方がいいぞって言われるんだろうなって思う方も多いかと思うんですね。確かにそう思ってます。そう思ってるんですけど、特に受験生の方っていうのは、まあだいぶでも近くなっては来たんですが、受験勉強自体は長い期間やりますよね。で、長い期間音楽をすべて立って勉強するっていうのは、実は私できなかったんですよ。だから勉強中に音楽聴くこともありましたしね。なので、それとどう付き合っていくのか、どういう時に音楽を聴いていいのか、どういう時は聴かない方がいいのかっていうのをうまくコントロールすることによって、より効率的な勉強をするようにしてたので、今回もねその話をしていきたいと思います。改めましてどうも、愛知です。今回メインテーマを答えていく前にですね、まず大前提として大事なことが、自分のタイプを知らなきゃいけないんです。例えば勉強する時の環境で言うと、まず無音ですよね。全く音のない時にやるっていうことと、あとは歌詞のある、まあ、J-POP とかの音楽を聴きながらやる方もいれば、クラシックだとか、あとは環境音ですね。今は便利なね、環境音とか流せるようになりましたけど、私の時で言うと、例えばファミレスに行ったりとか、マクドナルドに行ったりとか、まあ、そういった環境音のある中でやったりとか、まあ、いろんなタイプがあると思うので、この辺をちゃんと住み分ける必要があるんですね。私の場合は無音もしくは環境音で勉強するとすごく効率が良くって、と記憶の定着率も良かったんですよね。例えば環境音で言うと、まあ、当時は、まあ、ファミレスとかマクドナルド行くこともあったんですけど、お金かかっちゃうし、なんかお店に迷惑かもっていう気持ちがあると勉強集中できないんですよね。なので児童館にある図書室があったんですよ。自習室があって、そこでよくやってたんです。で、何の環境音があるかっていうと、その児童館庭に子供たちが遊ぶスペースがあって、小学校の低学年の子とかが結構わーって遊んでたんですよね。で、その音とかがある方が俺集中しやすかったんですよ。なので結構そういった、まあ、お店に行くこともあったんですけど、そういった場所を見つけてやるようにしてました。逆にクラシックはですね、私は合わなくって、で、なんでかっていうと、まあ、クラシック音楽って同じのを聞いていくとやっぱ覚えちゃうんですよね。で、覚えるので勉強しながらリズムに乗っちゃうんですよ、自分が。で、これが俺は良くなかったんです。で、これはクラシックが良くないっていう話ではなくって、今回言った例えば無音だったりとか、まあ、歌詞ありの J-POP とかクラシック、まあ、環境音、どれが自分に合うのかっていうのをちゃんと認識しなきゃいけないんです。音楽って言ってもいろんなパターンがありますからね。まあ無音は音楽じゃないんですけど、なのでまずご自身がいろんなパターンを試して、自分がどういったものなら集中できるのか、どういったものは良くないのかっていうタイプをまず分析するところから始めましょう。そしてここからは私の話になるんですけど、特に大学受験の時は1年間死に物狂いで勉強しました。偏差値20足らなかったんでね。で、塾とか予備校にも行ってなかったんで、基本的に家庭学習しかなかったわけです。で、その家庭学習の時にやっぱり飽きちゃうんですよ、勉強してると。で、音楽がもともと大好きだったので、音楽を聴きたくなるんです。で、まあ聞く時もあったんですよ。でも最初聞きながらやってて、やべえ、なんか気づいたら1時間経ってるみたいになるんですよね、 J-POP 聞いてると。でもね、これはよくよく考えると、やっぱり音楽を聴くっていう方に脳を持ってかれてるんですよ、結構な時間。だから時間が経過してるんです。で、その時にデータ取ったんですよ。音楽を聴きながらの勉強で単語がどれだけ覚えられるかみたいな、結構何回も何回もやって、で、そうすると無音、つまり音がない時とか環境音でやってる時と、音楽を聴きながら、まあ、J-POP ね、歌詞ありの J-POP を聴いてる時っていうのがもう全然違うんですよ、記憶の定着率が、進んだ量が。だから良くないなと思ってやめました。なので基本的にはさっき言った無音だったりとか環境音でずっと勉強してたわけなんですけど、やっぱり長く勉強していくと、今日はどうしても集中できねえなとか、あ、音楽聴きてえな、もう音楽聴かないと無理な気がするってなる日があるわけです。で、皆さんもあるかもしれない。で、その時に、いやでもダメ、いやって音楽聴いたら良くないもんってやるのもありなんですよ。で、ありなんですけど、もうなかったら集中できんってぐらいに、もう無理ってなってる時は音楽聴いてました、聴いてたんです。でも聞いてる時にやるものは決めていて、何かっていうと、例えば過去にやった問題、数学とか理科の問題で一回やったけど、そのね、ちょっとちょんってマークがついてて確認が必要な問題ってあるじゃないですか。それを覚えてるかどうかのチェック、これは音楽を聴きながらでも OK。 音楽聴きながらずっとやるわけじゃないんですよ、効率下がるんで。でも
音楽聴きながらでも過去にやったものの確認であれば OK でやってました。で、実際にそれでも全然できてたんです。それで確認して次に定着率も別にずれてなかったし、悪くなってなかった。これは俺自身もそうだし、うちの生徒もそうだったので、まあ、皆さんがね、全員が参考にしてってわけではないんですけども、音楽を聴くときには過去にやった問題の確認であれば OK だと思っておいてください。逆に歌詞のある音楽を聴きながら絶対やっちゃいけないって決めてたのが、英単語とか、まあ、歴史の人物とかの暗記です。で、暗記はやっぱりとにかく定着率が下がります。で、暗記ってダラダラやるものじゃないので、もう無音にして、無音でも環境音でもいいですけど、音のできる限りない世界でもうガッて集中して短時間で終わらせるっていう意識でやった方がいいです。で、もう一個が、例えば赤本とか過去問とかを難しい問題を初見でやるとき。これはワークとかもそうなんですけど、初めましての問題をやるときには音楽を聴きながらっていうのは基本的にやめた方がいいです。私はそれでやっぱ定着率が良くなかったので、なので音楽を絶対聴くなっていう話ではないんですけど、できる限りは歌詞ありのものは聴かない方がいいと思ってます。で、環境音とかクラシックに関しては皆さんのタイプに分けて使い分けてもらえたらと思うんですけど、でもどうしてもね、今日はもうイライラしてて無理とか、そしてもう集中が持たないとか、ね、歌詞のあるものを聴きたいってなったときには聴いてもいいんです。でも聴いてもいいんだけど、やるものに関しては過去にやったものの確認、定着ちゃんと覚えてるかどうかのその時に聞くって、そうやってやるものをしっかり分けてうまくその扱っていってもらえたらと思います。はい、ということで今回もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね。